ジミ・ジェイミソンはアメリカ合衆国の歌手、作詞作曲家。かつて100万枚以上を売り上げたロックバンドサバイバーのメンバーだった。他にコブラというバンドのメンバーでもあった。水難監視救助隊の活躍を描いたテレビドラマベイ・ウォッチのテーマ曲を書いて歌っていることでも知られている。ミシシッピ州の田舎生まれ。しかし本人は自分のことを テネシー州メンフィスの生まれだと考えていた。ジェイミソンと母親のドロシーがメンフィスに移ったのは彼が生まれた1日後のことだったのだ。10代の頃、独学でギターとピアノの弾き方を覚えたのだが歌唱力については時間をかけて磨きをかけていった。中学校に上がるまでにも大バンドでの演奏を始めていた。1970年代の終わりにはメンフィスで活動していた。 バンド、ターゲットのボーカルを務めていた。その後、1980年代初期にはより知名度があった、コブラというバンドのリードシンガーとなっていた。その後、様々な成功したミュージシャンたち、例えば、ダブルゼータトップや、ジョー・ウォルシュなどのバックボーカルを務めている。1984年に、コブラが活動を停止した後、ジェイミソンは、サバイバーに誘われる。 サバイバーはナンバーワンヒットであるアイオブザタイガーを出した後どんどん人気が衰え続けていたジェイミソンが慣れ親しんでいたコブラのヘビメタルなスタイルとは全く対照的なスタイルであるジェイミソンからすればポップロックなスタイルを取るサバイバーのボーカルをやることに最初はあまりこだわりはなかったのだが結局はバンドに加わり新たなリードボーカルとなったジェイミソンはサバイバーに すぐさま活気をもたらした。バンド加入後に発表されたアルバム、バイタルサインズからは、数曲のシングルが大ヒットしたのである。こうしてバンドは、スターの地位に、もう一度それもあっという間に返り咲いた。ジェイミソン加入後の2枚目のアルバム、ホエンセカンズカウントからは、新たに、イズ・ディス・ラブがトップ10入りした。このアルバムではまた、ジェイミソンが、作曲面で、 バンドに貢献していることが見て取れる。ジェイミソンは4曲を共作しており、その中にはもう一つの印象的なシングル曲、Man Against the World がある。ジェイミソンがサバイバーと一緒に演奏する際に要求された最大の妥協は自分以外の作者が書いた曲の演奏を諦めることだった。たまにアンコールを始めようという時に誰かがレッドチェッペリーをやろうぜって言うんだ。 ジェイミソンが1987年にナイン王ワンネットワーク誌に語っている。それで、イエー、イエーって頷きたくなるんだよ。それから、もうギリギリの最後になって、いや、代わりに、こっちの曲をやった方がいいよっていうことになるんだ。ジェイミソンの歌で最もよく知られているのは、シルベスター・スタローンの映画、ロッキー4で使用され。 映画のサウンドトラックにも含まれているバーニングハートである。ビルボード最新ヒット100で第2位まで上っている。その他、はい On You, The Search is Over、そして映画ベストキットで使用されたザモーメントオブトゥルースなどがある。1988年には新しいアルバム、今夜は眠れないが発売された。これは、 サバイバーの1980年代の最後のアルバムとなった。ジェイミソンとバンド仲間たちはこのアルバムをこれまでの中で最も優れたものだと考えたのだが実際はレコード会社が積極的に販売促進をせず結果として以前のアルバムのような成功を収めることができなかった。結局バンドは1993年まで活動を停止することとなった。 ありがとうございます。